次のお便りを言ってみたいと思います。金髪に染めるみたいね。ゴリパンダさんからいただきました。今立金、立金がラジオをやってくれるのをずっと楽しみにしていました。ぜひ無理のない範囲で続けてほしいです。早速ですが、立金に聞いてほしい話があります。今度、休日に好きな人と遊びに行くことになりました。こう、会話が下手なので、会話で気を構築して挑みたいと考えています。ですが、肝心の幸福デッキが、告白デッキができません。わー別れ際に、パチコリ、ムードを作って伝えるか、ディナーの最中にさらっと言ってしまうべきか、とても悩んでいます。リツキンはどういうシチュエーションで告白されたらいいですか？参考にしたいので、ぜひお聞かせください。ということで、いただきました。すごい！デートだ！あ、デートだよね。デートだ。どうなんですかね。何？会話？会話も私も下手くそだし。一番の一押しは、食べ物デッキ。どんな食べ物が好きなんですか？天気デッキ。あ、天気デッキは、いいですよ。うん。で、ちょっと息をいっぱい吸った後に、天気いいっすね。は、いいらしいです。はい、やってみてください。A ですか？ A って書いてなかったですか？ね、ランクみたいなところ。そうっす。すいませんね、分かりづらくて。もうちょっと分かりやすいところ行きます。天気いいっすね。天気いいですね。夜空がいいっすね。天気綺麗ですよね。はい、天気あ、あと食べ物デッキはおすすめです。なんか好きなものを一緒の共有できる、好きなものが一緒だったりとかすると、あれ美味しいですよねみたいな話になるしね、めっちゃいいと思いますね。好きなものがね一緒だったりするといいですね。クズハさんって何食べるんですか、いつも。ごめん、あ、そういう話ではなく、そういう話ですよ、ね、ですか。そういう話ですよね。ですよね。そういう話。米です。米ってさっき米ですよ。米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 。あと告白デッキ。私も告白デッキは分からんけど、どうする？褒める？あ、月が綺麗ですね、デッキ。でもなんか、知ってる人は知ってるけど、知らない人は分からない。